JR 東日本 E653 系電車 E653 系電車 E653 系電車は東日本旅客鉄道 JR 東日本の高直流量用特急系電車である常磐線特急日立系統のうち停車駅の多い日立で運用されていた485系電車を置き換えようとして投入された外観内装一升開発は GK インダストリアルデザインが製造は、日立製作所、近畿車両、東急車両製造の3社が担当し、1997年、平成9年に1次車、1998年に2次車、2005年2月に3次車が製造され、総数は7両基本編成8本4両付属編成4本の72両で、 1998年度財団法人日本産業デザイン、新公会グッドデザイン賞受賞。2013年以降は、常磐線での定期運用を終了。全車体雪体感強化並びに、仕様変更の改造を施行し、新潟地区中心で運用される。2018年10月19日、新潟車両センターに所属する千番台7両編成を、 旧国鉄色へ変更した上で、2019年春季より、常磐線内の臨時列車へ充当する計画が、水戸支社より発表された。本系列は、日立洋を含む、JR 東日本管内で運用される485、系の取り替えを視野に開発が行われた。そのため、設計コンセプトは、イーストジャパンスタンダードエクスプレスイコールこれからの定番特急。 サピスティケイテッドシンプリシティコール宣伝されたシンプルさとされたアルミニウム合金製大型中空用仕出し型材を用いたダブルスキン構造を営業用鉄道車両としては初めて採用し軽量化と構え対抗作りの簡素化を図り車体の裾絞りを上部下部とも最小限に抑えることによる客室空間を拡張させている客用扉は 上の方制御車の区配 E652 型のみ、片側に扉だが、それ以外は一扉である。なお、当初より、体幹大切構造としている。優雅さと力強さをコンセプトとした。先頭部は、衝撃吸収材を設けたボンネット構造の、機関通行運転台とし、前照灯は、シールドビーム HID ランプ角2灯を、前面用部、プロジェクションランプ2灯を、 運転台上部に設置。このほか特殊印刷処理によるパターンを、パネル全面に発光する装置を被る前小灯上部に、搭載する。落成当初の塗装は、上部を651系や上腕線中距離電車で、運用されていた415系構成車と共通の、白、ホワイトブロッサムイコールホワイトブロッソム、白梅の花、窓周りを、シルバーメタリック、 チタニウムメタリックイコールチタニウムメタリック、チタンの輝き都市、下部については、編成ごとで異なる上磐線、沿線の観光資源をイメージしたカラーを採用。上高口横には、それぞれのカラーごとにシンボルマークが配された。新生児の座席種別は普通車のみとし、グリーン車は未設定とした。インテリアは、機能性と無駄の排除を主題とし、 天井横方向に設けたリブ状突起、客室仕切りや天井近くに使用した鏡、客室切れ扉用強化ガラスなどで空間に広がりを持たせた。客室は乗客に近い位置にファブリック系素材、離れた位置にクリスタル素材を使用し、仕切り壁、二段中面は曇りガラスを模した素材とした。出入り台付近壁面には鏡面材や曲面の木目材を使用する。 シートピッチは、定員確保を考慮して485系電車と、同一の 910mm としたが、座席スライド機構の採用、背面部スリム化による、実質的間隔拡大、ヒーターを、床置きから吊り下げ式変更による足元空間、広む、シートバック背面の曲面構成化などによる、視覚的圧迫感緩和などの改良を実施し、居住性向上が図られた。 これにより定員は7両編成で485、計より7名、多い466名を確保。このほか、客室が赤模擬部に情報案内装置を装備する。床下には、機器の取り付け、取り外が可能な機器取り付け用レールを設置し、製造、整備、仕様変更に伴う、機器乾燥等を容易なものとした。また、車両状況自己診断プログラムを搭載するなど、 車両整備に際しての利便性向上にも重点が置かれた。国鉄分割民営化後に設計、開発された高直流量用電車としては、初の商用電源周波数50、60Hz、両用対応車とされた。これは485系電車に代わる汎用特急車として、将来常磐線以外でも運用することを、あらかじめ考慮したものである。 デッドセクションでの主回路切り替えは E501 軽電車と同一仕様で ATS ピーチ上司を使用した自動切り替えである。車内照明は直流電源方式でデッドセクション通過時には蓄電池からの供給に切り替わる、目基本的に消灯しない。主変換装置は装置にイベットを用いる CI8 型を搭載。コンバータブとインバータブから構成され、 交流電革間ではコンバータにより一旦直流に変換した上で、インバータにより参照交流に再変換る。直流電革間では、インバータ駆動のみとし、本装置1機で1時間定格出力1 4 5キロワットの MT72 系か後形参照、誘導種電動機4機を一括制御する。営業運転時の最高速度は651系と、 同一の時速 130km である。台車は、ボルスタレス方式で可変絞り付き空気バネ並びに、溶断パを搭載する DT64、型電動台車、TR249 系付随台車を装着。軸箱指示は、軸張り式で上下動ンパーを搭載するほか、軸バネには、防雪カバーを、先頭台車は、雪対策として、強化型雪かきを装着する。 終電装置は PS32 系、交流直流量用シングルアームパンダグラフを搭載する。構造的にはバネ上昇、空気加工式で終電船は651系と共通である。本機は E351 系に搭載される直流用 PS31 型をベースに交流区間対応の絶縁返しを装備する。また、中央本線などの強トンネル通過には、 対応していない。ブレーキ装置は回生ブレーキ、併用電気指令式、空気ブレーキを装備し、発電ブレーキを準備工事とした。系統は常用ブレーキ、非常ブレーキ、直通予備ブレーキ、そもそも即ブレーキ、大切ブレーキの5系とし、付随車のブレーキ力を電動車で負担する遅れ、米制御を行う。 車体側面の行き先表示器は三色 LED 式で、行き先、相性の他号車番号を表示する。空調機器は集約分散式冷房装置を搭載しており、車体にマッチさせるため FRP 製大型カバーを装着。端部に、ラジオ副車装置用アンテナを内蔵する。二0 1年十二月に、JR 東日本は、二0 1年三月ダイヤ改正で、 上野岩木間、スーパー日立、フレッシュ日立全列車に本系列及び651系を置き換えようとして E657 系を導入し、本系列は当時定期運用が行われていなかった岩木、仙台間に新設される特急列車に転用する計画を発表した。また、 E657 系への置き換えも2012年3月ダイヤ改正では一部のみとなり、完全置き換えは2013年3月ダイヤ改正となった。一方で E657 系置き換えにより、余剰となった本系列の新たな転用計画は、上越本線、白新線特急、稲穂への重当が立案され、2012年9月に2013年より485、 経営を機会に7両編成を転用予定であると、道、2013年6月26日には、新潟支社が、同年秋から順次投入する、プレスリリースを正式発表した。さらに、北陸新幹線金沢延伸開業に伴う2015年3月14日、ダイヤ改正で、新潟直越上越行、新井間を、新越本線、越後ときめき、 鉄道明高和音馬、ライン経由で運転する特急、白雪を新設。番台区分を1100とした、転用改造志向の4両編成を充当することが2014年8月に発表された。郡山総合車両センターで、基本編成7本と付属編成1本に、MM ユニット1組とサハイ、e、653型1両を、 蘇生した56両へ稲穂転用改造を施行した番台区分で以下の仕様変更を実施。白雪転用改造による番台区分。4両付属編成3本並びに MM ユニット1組と左配653型1両を抜いた基本編成1本の計16両へ1000番台同様に郡山総合車両センターで 体幹体節構造強化なほぼ同一の改造を施行したグループであるが、以下の相違点が存在する。フレッシュ日立上野、勝田、高萩、岩木二重等。1997年10月1日のダイヤ改正で、勝田電車区、当時に配置された7両基本編成4本、計28両で営業運転を開始した。1998年には、 二次車として7両、基本編成4本、4両付属編成3本の、軽40量が増備され、同年12月8日のダイヤ改正で485、軽電車の全面置換へを完了した。2005年に4両付属編成1本を増備、2007年3月18日から全車両が、禁煙となったほか、同年10月からは、フレッシュ日立運転開始10周年を記念ししばらくの、 間側面に特製ステッカーを重付した。2008年3月31日をもって、清涼飲料水自動販売機の営業が中止となり、座席裏案内シールの貼り替えを実施。2010年12月には2012年3月ダイヤ改正で、上野岩機関、スーパー日立、フレッシュ日立の全列車に置き換えようとして、 E657 系電車を導入することが発表されたが、東日本大震災の影響により実際には、上野岩機関で一部のフレッシュ日立を E657 系へ置き換えたのみで、本系列は引き続き運用された。また、改正直後の同月31日をもって、列車公衆電話サービスが終了したことに伴い、座席裏の案内シールにその旨が追加された。 2013年3月16日ダイヤ改正で、スーパーひたち、フレッシュひたち全定期列車を e 6 5 7系を置きえ。このため、同月15日の上野発、高萩港、フレッシュひたち67号で、定期運用を終了。その後は、上述した新潟車両センター転用改造と、並行しながら多客機の臨時、フレッシュ、ひたちなど、常磐線、武蔵野線、 水戸線臨時列車のほか、同センター所属波動輸送対応用485、K、K60、K4 編成が同年1月に廃車された、ため、ブラリ、鎌倉号、ブラリ、高尾山作号、足利大藤祭り号などへも充当された。しかし未改造編成も転用改造を施行するため2014年8月17日の、 フレッシュ792号で本系列による同センターでの臨時運用も全て終了し、転用改造施行後に全車新潟車両センターへ転出した。臨時、団体、修学旅行の各不定期運用では、団体専用列車として、万越西線合津若松、上越線水上、東海道本線熱海、中央本線高尾、成田線成田までの入線実績がある。 2013年6月29日に上述した稲穂転用改造を施行した千番台 U-101 編成が竣工。廃車改装後に各種試験運転を実施。その後も千番台化改造は基本7両編成8本中7本と基本編成の一部車を組み込んだ付属編成1本に施行し順次転入。 続いて1100番台は2014年10月から2015年3月にかけて竣工し、72両全車が工事を施行され、順次転入。以下の編成を蘇生する。定期運用は1000番台 U 編成が、以下の経緯で485系を置き換え、2015年3月14日、ダイヤ改正以降は、以下の定期列車に充当されるが、H 編成の運用は、 全区間直流電波で交流電化区間は存在しない。なお千番台優変性による臨時運用では主に以下の実績がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。